Thank you.
声出しても大丈夫なあ、なんか言われました。ダメだよって。あ、じゃあ大丈夫。声出しても大丈夫。声出しても大丈夫は鹿児島弁が出て、声出しても大丈夫なところなので、一緒に盛り上がってもらえればなと思います。よろしくお願いします。 お正月何してたんですか？お正月何してた？お正月は、寝正月？寝正月？寝正月。食べ過ぎた人、はい、いっぱいいますね。お正月。どっか行ったよって方いますか？行って、郷狩り。もう行きました？郷狩り行ったんだって。どこに行きました？ お茶の水にあるお茶の水にある神社？神社？神社ね。いいところなんですか？なんか有名な縁結び。皆さん恋人はいますか？誰だ？あの問いかけた。今年一年幸せになってください。恋愛アドバイザーみたいな。ねえ、本当に行きました？あ、私は神社とか行ってないです。行かなかったんだ。行ったんですけど。 さっき言ったって言った。言ったんだけど。なんで嘘つくの？お参りはしてない。え、神社に行っただけ？え、なんか何をしに行った？お散歩に。え、混んでてすごく。ああ。なんかだから、いや、めちゃ。何もせずに帰ってきたってこと？あ、混んでたのね。頑張ってよ。あ、東京はそんな混んでる感じか。うん。家の近くのやつ行ったの？東京だからだ。どこに行ったの？ わかんない。どこだっけ？2つ我慢して。2つとも多すぎて人が多いから諦めたって感じ。あ、待てない。人だね。家の近くにさ、神社ないの？あるよ。そっちに行けばいいじゃん。なんかお母さんが 嫌だって。なんか行きたい神社がある。ああ、行ってみたい。でも行けなかったでしょ。うん、なんか行って並ぶって言ったら、お母さん。お母さん。寒かったし。めちゃ寒いね。そう。あ、まっちゃんどうぞ。まひ。はい、林田まひろです。2部も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。あ、そっか、自己紹介してなかったんだ。まっちゃんは喋って何したの？ 私お正月はカニ食べた。カニ食べた。カニ食べたんだけど、あのね、動いたカニこうやって持ったの。え？すごいやつじゃん。でもやばかったもん。手されるかと思った。カニ。そんな大きいの？怖かった。でも楽しかった。こんな感じかな。
あとは弟とマリオカートしました。あ、いや、いいね。いや、弟強い。え、マヒル強いのに。そうだって私、え、私マヒルより強いの。私この中で一番強いんですよ、マリオカート。え、誰も勝てないんですよ。1位の私が強いの。5人でさ、クリスマスに、クリスマスパーティーしたんです、クリスマスに5人で、寮でね、マリオカートみんなでご飯食べて、サンタの格好して、で、マリオカートして。そう、でもね、そのマリオカートがね、4人しかできなかったの。だから私はもう、あ、強いからみんなでやっていいよって感じでその余裕なんなのって言って、そんな感じだよね。まあ確かに言い返しはできないけどそう、それくらいダントツで強いのに、それよりも強い人がいたんだっていう、すごいね、驚きも。いや、弟はすごい。すごいよね、だってずっとゲームしてるよね、弟。そう、でもね、スプラトゥーンはね、勝ったの。スプラトゥーンってなんだっけ、あれ、床いやいやいや、スプラトゥーンすごいするから、スプラトゥーンやったことあります？やったことある人います？あー、少ないな。分かんない人、分かんないね、本当に。分かる人がね、天気を変えるんだよね。結構いたら、うちら、あの、スプラトゥーンのモノマネができるかも。モノマネが。もう喋んないでおこうか。いつかしますね、スプラトゥーンの。ものまね。はい。いいですか？はい、大丈夫ですよ。はい、ということで、私たちヘイリーズは2月28日に16枚目のシングル、ヘイヘイライトミアップをリリースさせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回のね、曲はすごくバブリーで、初めて、ユーロビートに挑戦してみたりとかして、新しいフェアリーズが皆さんに見ていただけるんじゃないかと思いますが、もう、まあ、テレビ、FNS 歌謡祭とかカウントダウン TV とか出演させてもらったんですけど、見てくださった方いますかね。もう、ありがとうございます。ありがとうございます。前回のね、ライブツアーのね、スターの最終公演っていうか、東京でね、初めて初披露だったんですけど、それでも多分見た方いらっしゃると思うので、まあ、結構もう覚えたんじゃないかなって。覚えたん思うんですけど、うん、覚えそうだね。振り付けもね、そうだね。こういうジュリアの東京みたいな、ジュリセンフルフリとか、こういうパラパラとかね、うん、一緒にやれる振りあるので、皆さんぜひ一緒にやってください。じゃあ行きますか。それでは行きましょう。はい、それでは聴いてください。ヘイヘイライトミーアップ。
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後は握手会や撮影会などあります。引き続き楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございました。Yeah.